全集中の常駐ができているようだな。感心感心。煉獄さん、常駐は柱への第一歩だからな。柱までは1万歩あるかもしれないがな。頑張ります。呼吸を極めれば様々なことができるようになる。何でもできるわけではないが、昨日の自分より確実に強い自分になれる。はい。みんな無事だ。怪我人は大勢だが命に別状はない。よくやった。はい。君はもう無理せず、上限の 3? どうして今ここに？なぜ背負いの者から狙うのか理解できず。話の邪魔になるかと思った。俺とお前の。君と俺が何の話をする。初対面だ。俺はすでに君のことが嫌いだ。そう、俺も弱い人間が大嫌いだ。弱者の中に虫が走る。俺と君とでは物事の価値基準が違うようだ。そうか。では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならない。ならない。やっせ。いいぞ。もっとやり合うって。炎炭症。破壊さ。炎炭症。大好き。そう。ほう。ほう。この方、変更。刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。お前の強さ、柱だな。その陶器、練り上げられてる。思考の領域に近い。俺は円柱、煉獄杏寿郎だ。俺は赤座、杏寿郎。なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だから、老いるからだ、死ぬからだ。鬼になろう、杏寿郎。そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる。強くなれる。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。
この少年は弱くない。侮辱するな。何度でも言おう、君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。そうか、鬼にならないなら殺す。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。そして俺の誘いにうなずく者もいなかった。なぜだろうな。同じく死の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。全集中。速い殺風式。やっ、速い殺風式。速い殺風式。やっ、風式。この素晴らしい反応速度、この素晴らしい剣技も失われていくのだ、教次郎。悲しくはないのか。誰もがそうだ。人間なら当然のことだ。こう、キムを待てよ。早く。剣万象。と大好き。この方。剣万象。剣万象。大好き。こう。苦しき。剣万象。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。責務を全うする。赤い札風式。はい、風式。こう、風式。素晴らしき才能を持つ者が醜く衰えていく。これは辛い。耐えられない。死んでくれ、教授郎。若く強いまま。この子は、いいぞ。はい、うん、そら、この子は、ほう、と、苦しき。破壊殺空式。破壊殺変更式。ちょっ、教授の死ぬな。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ、教授の。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまった。だがお前はどうだ。潰れた左目、砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であれば瞬きする間に治る。そんなの鬼ならばかすり傷だ。どうあがいても人間では鬼に勝てない。俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。うわ、で多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ、
本当にお前は素晴らしい。賞賛に値する。宇の方煉獄、術式展開破壊殺。京次郎、母はもう長く生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。刀を振るのか。母上、俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。腕が抜けん。逃がさない。切らなければ鬼の首を。早け。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助、動け。煉獄さんのために動け。けだものの呼吸、一の際うがしてやる。手こずった。早く太陽から距離を。逃げるな、卑怯者。逃げるな。何を言ってるんだ、あのガキは。脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが。あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるな、バカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない。誰も知らせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ。煉獄さんの勝ちだ。もうそんなに叫ぶんじゃない。君も軽傷じゃないんだ。竈門少年が死んでしまったら
俺の負けになってしまうぞ。こっちにおいで。最後に少し話をしよう。俺はもうすぐに死ぬ。母上、俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか。立派にできましたよ。死者が脱線するとき、煉獄さんがいっぱい技を出しててさ、車両の被害を最小限にとどめてくれたんだよな。そうだろうな。死んじゃうなんて、そんな本当に上弦の鬼来たのか。うん。なんで来んだよ、上弦なんか。そんな強いの、そんなさ。悔しいな。何か一つできるようになっても、またすぐ目の前に分厚い壁があるんだ。すごい人はもっとずっと先のところで戦っているのに、俺はまだそこに行けない。こんなところでつまずいているような俺は煉獄さんみたいになれるのかな。弱気なこと言ってんじゃねえ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言ってんじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。死んだ生き物は地に帰るだけなんだよ。ベソベソしたって戻ってきやしないんだよ。
悔しくても泣けんだよ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ。お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてる。こっち来い、修行だ。